キラキラです。今日はですね、クラブがですね、インスタで今紹介何本か上げてるんですが、もう何本か紹介したいなと思いまして、ちょっと家の方に来てます。結構あるんでしょ、家の中に。犬小屋活動ですかね、簡単に言うと。喋っててもあれなんで、実際ちょっと中見て、一本一本なんか気になるやつ紹介していきましょうかね。そうだね。じゃあちょっと僕先行きます。はい。じゃあちょっとごめんなさい。はい、失礼します。はい。はいちょっとじゃあ部屋の方にちょっと行きましょう。はい、はい、こちらですね、平井弘明のワンナップゴルフこちらうわすっげーある。クラブですね、一応すごい。クラブの入りきるまでの部屋、ちょっと入りきれないのはまた別の倉庫と部屋に置いてあるんですけども、メーカーさんに作っていただいたクラブを大切に保管してる部屋になります。何年前ぐらいのからこれ、これは2005年ぐらいか、高校の時のもありますし、うん、まあプロになってからのももちろん全部取ってあります。結構なクラブ本数があるんですけど、例えばこのクラブなんかは僕が中学の時のクラブです。これね、ワールドマスター水野のクラブなんですけど、これ多分水野コレクターがいたら喉から手が出るぐらい欲しいめちゃくちゃ欲しいクラブ。これ多分もう売ってない、中古でも多分買えないかもしれないクラブ。ホーゼルがめちゃくちゃ長い。これ昔のクラブの特徴です。これめちゃくちゃいいんですよ。なんでそれはあれだろう、そんなに水野マニアがいたら欲しがる。これはですね、多分当時10万ぐらいしたクラブで、多分水野契約選手がほぼ全員使ってた。へえ。で最近まで手嶋太一さんが4番ウッドに入れてたモデルで、すごい、まあ、顔が良くて、まあ、人気だったクラブだね、これがね、うん、めちゃくちゃいい。これは師匠の日下部師匠、坂部プロに中学校の時に1本いただいた。へえ。そう、これはもう大事に取ってありますね。一本一本説明してると何年かかんだったんで、何本か紹介していきましょうかね。ちょっとすごいやつ、すごいやつ、すごいやつ、まあ、お気に入りのやつ、お思い出があるやつ。ああなるほど。これはスリクソン Z545 っていうドライバーなんですけど、これがですねチャレンジで勝った時に使ってた、ドライバー。2015年。これはね木魚これ中に発泡剤が入ってまして、もうボッキンじゃなくてボコッというもう仲いい先輩から木魚って呼ばれましたねこの音めちゃくちゃいい音、ボコって言うんですよこれ、めちゃくちゃいい、まあ、ドライバーですごくいいクラブで、シャフトも PT6X が入ってますね。もうなんかデータテプラでダンロップさんやってくれるんですけど、うん、もうそれも消えちゃってるぐらい相当使い込みましたなるほど。これはいいクラブですよね。めっちゃくちゃ打ちやすいです。へ、曲がんない、曲がんない。これめちゃくちゃ良かった。プレッシャーの中でも曲がらないクラブ、どうぞ一本どうですかね皆さん売ってないんでしょでも今、中古だったら売ってると思います。モデルチェンジしちゃってるんでしょ。モデルチェンジしちゃってるんです今は。このあ、今使ってるやつだ。そうです、この5シリーズの一番新しい ZX5、うん、スリークス、はいはいはい、これマスターズ買った松山選手とかも使ってるが今、もうフィリックスの選手がもうほとんど使ってるドライバーですね。女子なんかもみんなこれ使って、はい、まあ、これの7か5か、うん、お好きな方っていう感じですね、うん、これもめちゃくちゃいいカードですよ。ちなみにこのヤグラ僕自分で作りました、ね、DIY で。あとはですね、結構紹介したいクラブいっぱいあるんですけども、これとかですね、クリーブランドのウェッジ、うん、両方52度なんです、はいはいはい、もう見た目一緒ですよね、うん、もう両方52。よーく見るとバンスソールの形が違うんですよ。こっちこう削れてて、こっち削れてない、うん、
これあのインスタでもウエッジ紹介した1本の52度の方なんです。であれ写真を比べてないんで、うん、今回いい機会だと思ってちょっと比べられるように同じモデルの違うやつ、こっちは市販の方のヘッドタイプのノーメッキタイプですね。でこれは、まあ、完全プロトタイプ、顔が全然違うんですが、まあ、ソールの形だったり違うんです。これ番数が52度の番数が10っていうのなんですけど、うん、あの本当は8なんです、ごめんなさい。なんで10って書いてある？ですね、こっちのモデルが10なんで、あそれに似せてというか、まあ、同じように作ったんで一応10って書いてあるんですけど8なんです。B08 バンス8なんです。なんでプロはこういったクラブを使ってたりもする場合もあるんです。表示と違う場合があるんだ。そうなんです。でこの僕が今言ってるクラブはこのですね、この CG17、うん、CG17、はい、これとほぼ一緒の形なんです。ソールの形とかめっちゃくちゃ似てるでしょ。うん、似てる。で本当は8なんです。あ、うん、でもその新しいこっちのモデルのバックフェイスをしてるんで、うん、バンス10に一応してるんですけど、はいはい、うん、この作りはもうこっちで、このウエッジ、僕これ大好きなんです。このウエッジにあの似たウエッジをもうお願いしてですね、うん、あの出してもらいまして、それでこれをずっと使ってて、あ、まあ、アプローチもめちゃくちゃ寄ってましたね。うん、こういうお気に入りのクラブがあると、うん、その場面で使う時にやっぱワクワクしてくるんですよね。うん、とかですね、僕やっぱ距離が出ないんでハイブリッドクラブの4番、もうこういうクラブって先輩から言わせたら、うん、まあ、僕にですよ、皆さんにとって僕にお前女子かとそう言われる。 それぐらい僕みたいな飛ばない人がすごくこういうクラブを使ってですね、うん、ピンを先輩方なんかはアイアンで打つところをこういうハイブリッドクラブでピンを攻めるっていう、でもすごく打ちやすいんで、これでも本当8番7番アイアンぐらいの精度はもう全然出ます。すごい優しいクラブなんで、ユーティリティですね、いわゆる。だこういうハイブリッドクラブっていうのはアイアンを無理して使わなくてもいいし、うん、ヘアウェイウッド無理して使わなくてもいい、そのやっぱ愛の子のクラブなんで、やっぱこういう風に無理せずロングアイアン入れないでハイブリッドクラブを入れて、うん、まあ、4番僕だったら200から205とかそんなもん残るとすごいワクワクしちゃうクラブですね。うん、今シャフトはグラファイトデザインの UT95X が入ってますね。1月20日に作ってもらって、うん、長さが 39.5 インチ、うん、バランス D2、 総重量が 382.8g、うん、っていうデータですね。これあのダンロップさん、まあ、他のメーカーもやってくれてるんですけど、うん、ダンロップさんこうやってすごく丁寧にこうテプラで毎回こう貼ってくれてありがとうございます。本当にそうやってやっぱり一人の選手のためにクラブってそのメーカーさん作ってくれるんで、うん、誰かにこうポッとあげたりとか売っちゃったりとか、うんうん、そういうことはもう一切なく、うん、もうこういうふうに全部作ってもらったものは大事に取ってあります。でその時のまあ年代のもの、何年これ使ってたなっていうのもまあ振り返れるっていうのもあるんで、うん、こうちゃんと作ってもらったものは取ってありますね。なんかちょうだい、あげられない言ったばっかなんですけど、それでも皆さんあのいつもカメラ撮っていただいてるのはもう僕の同級生のこうトール君なんです。なんで、まあ、全部編集とかですね企画やっていただいてるんで、まあ、ちょっとお礼という形でですね、あのちょっと冷めちゃっててもいいかな、ちょっと冷めちゃった、あこれかこうちょっとあの削れてるし、うん、ピカピカのやつがいいな、ピカピカのピカピカのもあるんだけど、でもこれのがいい、うん、よくは言わないけど俺はこっちのおすすめだなって思っちゃう。おすすめ？グリップがあの水色なのかっこいい。これね水色、あそうなんだ水色、そっか、すっごく仲いい友人がいまして試合頑張るんでちょっと水色くださいという感じであのいただいたんです。そうなの、最近トロ君練習頑張ってるんで、はいはい、でもウエッジないことに僕も気づいてます、はい、なのでぜひあのこのウエッ、うん、あちょっとごめんなさい、なんか中古感出ちゃって誰かの名前入ってるタイトリスト冒険、中古じゃ人のが使ってたやつや、しかも名前入ってて、あなんかすいませんね、なんかお下がり、
両愛、うん、誰両かって話ですよね削ってあるしね、あの、うん、穴開いて、ね、あ、そう、穴開いて削ってます。本当だ、錆びてるし、錆び錆び、うん、で もしかしたらこの方今違うメーカー、うん、C 社を使ってて最初から4つ穴が開いてるクラブをもしかしたら使ってる可能性が分かんないですよ、見てないから。だからもしかしたらそうかもしれないんで、その原型っていう感じですかね。なんで、あの看板に当てたりとか、はいはい、カゴに入れる練習をやっぱりこういうの、うん、いずれコースは出るんで、はい、このクラブをちょっと練習用に使っていただければいいかなと思います。そうだ、ね、あ、じゃあこれもらって、これもらって帰ります、はい、これありがとうございます。もらって帰ります。ごめんなさい、錆びてて。錆びて、本当に。本当は新品がよ。そう。綺麗な、ピカピカな、うん。こういうやつをあげたかったんですけど、うん、一応、ダンロップ製品とか。まあ、あげられないから、そうだね。そうなんです、うん。絶対あげられないので。そうだね。ダンロップじゃない、これをじゃあ、うん、もらって帰ります。そうそうですね。アライメントスティック。ああ。シャフトとは違うんですね。シャフトとは違うんです。こういうです。練習の時に使うやつ。そうです、そうです。スリクソン宮崎って入ってます。あ、スリクソンですね。だこういうのをですね、練習場で向いてる方向とボールの位置とこう合わせていただくとこうズレが少ないっていうんで、まあ、こういうのをですね、練習場で下に置いてですね、使っていただくとこうズレが少ないメリットがあるんで、ぜひこれスリクソンから出てますね、これ買ってみてですね、使っていただければと思います。すごくいいです、これは本当にプロでもやっぱりキャディバッグとかに入れてるんで、ああいうのを使ってこうスタンスをきっちり合わせてやってもらった方がですね。あとはですね、パターじゃない、パターパターパターめちゃめちゃあるね。ありますね。これが一番使12年使ってたやつですね。あのインスタでも、はい、上げていただいたこれオデッセイですね。これがですね、インスタでトップの画像っていうんですか、一番前の画像で、うん、この面を出して載せてるんですけど、うん、ほとんどの方がもしかしたら気づいたかもしれないんです、このサイトラインっていうこの線ありますね、うん、この線と打根がずれてんじゃねえか、平井下手くそだなみたいなあ、それ打つ目印なの？そうです、あのそうです、これ、うん、これ芯ですよと、うんうんうん、ここで打ってください、うん、でも全然ヒール寄りじゃないかと、うん、確かにこれがですね、僕構える時ってこのパター使ってる時は、うん、こうめちゃくちゃこう立てるんですよ。そうするとこうなるんですよ、はい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 、そうするとここと垂直に結んだらちょうどここが芯に、そういうことなんだね、はい、来たそういうことだったんです。そういうことなんだ、こういうことですね。なるほどね、はい、この線と僕の人差し指を結んだところにちょうど打根ありますよね、うん、こうやって塔を上げてこうやって打ってたんで、ここに当たっちゃうんです。別にまっすぐである必要ないんだ、打つときは。じゃあそうなんです。結構パターなんか、うん、あのすごいこうストローク気にしたりとか、うん、あのパターのストロークまっすぐ引いてまっすぐ、うんうんうん、あの僕はそういうのは一切関係ないです。僕はっていうかあんま関係ないですね。打つときに打ちたい方向にフェースが向いてヒットしてればパターは入りますので、あんまりこうまっすぐ引いてとか気にしない方が。点でいいってこと？点でいいですね、パンつって。そうなんだ。そう、カップにパンっていう感じそうなんだね。そう、確かにねじれてても1点は絶対あるもんね。そうなんです、1点あるんですよ。そこで逃さず打ちますよと。こんなんだもんね、パター。オデッセイの中島さんという方に、これ知ってる人は知っているホワイトホット5番なんですけど、この H のところにこの2ドット見えます？うん、あ、見える。見えます？うん。この2ドットって言えばわかります。また売ってないやつ。いや、売ってるんです。売ってる。売ってるんですけど、うん、あの2ドットって僕もそんな詳しい話知らないんですけど、うん、2ドット何が違うかっていうと、ヘッドが、うん、すごくなんか話に聞くとちょっと小ぶりで綺麗だっていうような話も聞くし、なんか他はなんかその2ドットは何初回生産でなんかこう形が綺麗だとかいろんな話は聞くんですけど、真相はちょっと僕もあんまり分かってないです、うん、でもなんかその2ドットがいいっていうのは結構聞きましたね、あれはないんだ、ここにはスコッティキャメロンは。あ、スコッティキャメロンはですね、キャディバッグなんかキャディバッグなんか入ってます。ボールとかキャディバッグを車の中に積みっぱなしの方
結構いると思うんですけど、それは絶対やめた方がいいです。ダメなんだ、うん、あの特に、まあ、夏場なんかは高温になったらちょっとボールが変形します。でクラブも接着なんで、はいはいはい、熱で溶けます。あ、接着剤がね、接着剤が溶けちゃって外れたり、うん、あとはこのホーゼルって言ってこのプラスチックのところ、うん、ここもこれちょっとした熱ですぐ取れちゃうんで、あ、そういうのが事故につながったりするんで、うん、キャディバッグをずっと車の中に入れておくのはやめた方がいいですね、うん、じゃあプロは毎回試合終わったらちゃんと下ろすんだ。下ろして掃除をしますね。うちの父ちゃんに習いましたね昔ですね、僕が小学校の時にこの溝ありますね、スコアラインっていう、うん、この溝の中の手前の3ミリぐらいに砂が入ってたんです、うんうんうん、練習して掃除しきれてなかった。それでゴルフやめろって言われましたナイスショットをね打つための商売道具をそうやってきれいにできないやつはゴルフやる資格がないと。それからゴルフクラブをこういうふうにきれいに大切に扱うようになりました。それでもどの職業でもそうですよ、ね、うん、こっちにはねシャフトもシャフト、あ、めちゃめちゃあります、ね、シャフトはいっぱいあります ね、これとここと、ここもそうだし、うんうん、これもここもそうだし、日本シャフトのエミさんとかですね、うん、藤倉シャフトの飯田さん、シャフトはお世話になってます。別にダメだったから使ってないわけじゃないんですけど、うん、やっぱりクラブも変われば同じシャフトを入れてマッチするわけじゃないので、うん、やっぱちょっと微妙に違ったりとかですね、そういうフィーリング的なもので何かちょっと不信感があると、うん、やっぱり使えなかったりするんですね、うん、すごくその辺は、まあ、わがままなんですけど、でもそこを遠慮して試合には出たくなかったっていうのがあったんで、うん、やっぱりモデルが変わって、もちろん最初同じシャフト入れるんですけど、そのままいい時もあれば全然フィーリングが違っちゃう。もちろんその同じシャフトでも個体差もあるし、同じヘッドでも個体差があるんで、いろいろ変えてみないとなかなかうまくいかない時もありましたね、うん、で自然とそういうふうにお願いしていくとこういうふうになっちゃうこういうになっちゃうね、なっちゃう時があるんですよ。本当にこういうシャフトも出していただいて作っていただいたりとかしてるんで、大事に全部しまって取ってありますね、うん、だからこうシャフトちょうだいとか言われてもあげないあげないんですじゃあなんかもらってこうかな、ね、どうしましょうかシャフトやっぱりあの本当に人のパワーとかですね、インパクトへの体重のかけ方とかによっても全然シャフトって変わってくるので、うん、本当面白いですよシャフト選びも、うん、今回こうざっとクラブの紹介だったりシャフトとかちょっとした小話しましたがまたインスタの方で僕個人的にこう、あ、ちょっとこのクラブ面白いなっていうのあれば1本ずつ載せていきますので、その辺も楽しみにしていただければと思います。で今回あのクラブルームツアーということで最後までご視聴ありがとうございましたここにでも何ですか、何ですか、何ですか、ピン、あ嫌なの見つけましたね。見つけ、映っちゃいけないやつね。これまだ撮ってます？まだ撮ってる。あのですね、あれ、これこれ映っちゃう、テイラーこれでもあのこれめちゃくちゃ薄いでしょ。大丈夫、めちゃくちゃ薄いでしょ、うん、薄い、めちゃくちゃ薄くて薄い、結構大きいのよ。うん、でもうこれまあ正直言いますと、うん、これすごく良かったんです。うん、でそれに近いクラブをスリクソンで見つけまして、うん、これでかくて薄くてすっごい打ちやすい、スリクソン ZF45 ZF45、はい、でこれダミーです、これウェイト調整、はい、ごめんなさい売ってないこれ売ってないんだ、またこっちのこれが売ってる市販の方なんです、 F45 って、で同じ F45 なんですよ、うん、でこれカチャカチャじゃないですか、うん、これカチャカチャじゃないんですよ、あ、接着の方で、これウエイト調整できるですね、ネジ、本当だ、でこれできない、穴開いてない、そういう感じあのヘッドの大きさもちょっと違うんですよ、こっちの方がちょっとちっちゃいでしょ、うん、こっちの方が大きいでしょ、うん、でフェースの肉もさ、あ、こっちの方がちょっと分厚い感じでしょ、本当だ、そうそうなんです、あのね、俺分厚いのダメなの卵浮いてかなくて、そうなんだ、そうなんで、これ結構長年使ってましたね、すごくいいクラブ。